地球家族チャンネル。はい、今日は田んぼの縄代作りをします。畑のことはじめは畝作り、田んぼのことはじめは縄代作りです。4月末周りのみんなはもうもみまきを終えています。僕はこれからもみをまくための縄代作り、果たしてどうなることでしょう。これから育てるお米、種もみを、神戸で自然農をされている中野慎吾さんが送ってくださいました。ありがとうございます。それがこちらです。何種類か送ってくださった中で、例えばこちら、自然農の川口義和さんのところから来てずっとつながれているお米、送ってくださいました。こんな貴重な種を育てて、つないでいけることが嬉しい限りです。こちら先日選別をしました。中身の詰まった充実したお米を使いたかったので塩水洗という塩水を使ったやり方で選別しています。塩水に種もみを入れてぐるぐるかき混ぜて、上に浮いてくるものを取り除いて、で最後水で洗って置いているのがこちらです。縄代ができたらこれを巻いていきます。はい。そして、田んぼのやり方ですが、自然農では不耕地という、耕さないやり方で、されています。で僕も挑戦してみたいんですが、ただここ山の上の方の棚田の特徴として、土がすごく薄くて水が溜めにくい田んぼとなっています。なので主には耕して水持ちを良くするやり方 でそして水が溜まれば、ゆくゆく不耕地にも挑戦してみたいなと、思っています。ここ掘ってみて分かったんですが、確かに薄い土の層、その下が岩がゴロゴロとした岩盤層があって、穴が少しでも開くと水が抜けていってしまうような状況。なんと昔の人は赤土のような粘土質の土をここまで運んできてそこに敷いたそうです。そして土の薄さですが、地元の方が田植えをしていて突き指をしてしまったというような、嘘のような本当の話があるぐらい、場所によっては土が薄くなってます。なので、この環境に合ったやり方を模索しながら、やっていけたらなと思っています。さあこれから縄代を作っていきます。手でやります。なるべく田んぼの一連の工程を手作業で体験してみたいなと思ってまして、ただこの広い田んぼ機械に頼る部分結構あると思うんで、せめて縄代だけでも、手で作ります。はい。その縄代作り場所を探していましたが、決めました。それがこちらになります。田んぼの端っこの、こちらの一角です。ここは山のすぐ横なので少し日照時間が短そうなのですが、獣が来にくそうな場所で、そして水がすぐ取れる場所として選びました。こちらの小さな流れ、こう流れていて、この岩の下から水が流れ出るようになっています。先人がそういう風に組んだんでしょうか。ここを切ると田んぼに水が入るようになっています。あ、鳥たちが大合唱しています。はい。早速やっていきます。結構草が生えているので、まずは刈っていきます。草刈りが終わりました。この後耕運していきます。表面がボコボコしているのでそれも平らにしていきます。よし。
はい、大まかな耕運作業が終わりました。時折吹く風に癒されながら進めていました。大まかに耕しながら、そして端はあぜそぎをしました。さあ、水がたまるでしょうか。水の取り口、ここを切るのかなと思ったんですが、この岩の下を掘ると水が湧いていたので、ここを今から掘って水を入れていきたいと思います。少ししか流れてきません。やっぱりこちらから取るんでしょうか。ここをせき止めて、ここから水を通すんじゃないかなと、探偵はそう考えました。ちょっとやってみたいと思います。石がいっぱい出てきて初めての開通のような気もしますが、向こうまで穴が開きました。これから水位を高めてみます。できました。水の流れが生まれました。流れています。さあ、水がたまるでしょうか。だいぶ溜まってきました。ちょっと入ってみましょう。おー、冷たい。いい感じだと思います。このまま足で練っていこうかな。大人も泥んこ遊びです。今歩いていたら穴に落ちました。ズボ、こんな感じで穴が開いています。おー、